はいどうも、コミーです。さて本日はですね、ディガーに関してね、ちょっとお話をしていきたいというふうに思います。まあジョーカーさん、綾瀬さんとか、まあいろんなね、YouTuber の方が、その最近ディガーをね、使った、まあディガーホグっていうホグライダーとディガーの組み合わせ、これめちゃくちゃね、強いよってよく、おっしゃってると思うんですけども、まあ私も使っていて、真面目に強いんですよね。で、今日はなんでこれがね、こんなに、今この環境下で強くなったのかというところをね、少し掘り下げて、お話をしていきながら、逆に言うと、その強さを引き出すポイントを、外してしまうと、しっかりね、結果が出ない戦術になってしまうんで、このあたりをね、参考になるような話、していけたらいいなというふうに思います。で、リーグ戦からね、ちょっとアタック見ていくんですけども、今回ね、きついです。多分、マスター1からも告白しちゃいますね。っていうのは、マッチングがとにかくひどいんですね。相手もタウンホール13がもう下にもゴロゴロいるのに、我々タウンホール10とかね、11が下にいるような、まあミックスっていう形を崩したくないので、まあこうやってるんですけども、ちょっとね、ここまで来ると、理不尽さに心が折れかけて、いるところもあります。まあね。それはさておき、今日3つリプレイ、ご覧いただきたいというふうに思っていて、まず1本目はね、私のリプレイ、見ていただければなというふうに思います。で、今回のね、このプランニングに関して言うと、クイヒーをね、こちら側からスタートさせていって、この中にこう通していく格好ですね。で、こちらの、タウンホールと、あと防衛軍ですね。ここをしっかりと処理した上で、ディガーとホグライダーを回していく、まあ、これがね、基本的な、ディガーホグ編成の付け方になります、まあ、この環境下ではこれが、メジャーですね。で、これもね結構有名な話かもしれませんが、このディガーホグクイヒーディガーホグっていう形で使っていく場合には、相手のこのタウンホールと防衛軍、これはもうほぼ確実に処理しておく必要があります。それは何かっていうと、まあ、ディガーたちがね、タウンホールに捕まってしまうと結構時間を食われる上に、この爆破ダメージの回避なんかで、もうグランドウォーデンのトームを、どうしても使わされちゃいます。クイーンで処理すると、こうトーム使わなくても爆破ダメージ巻き込まれないんですよね。なので、しっかり処理しておくっていうのがベター。あと、防衛軍に関しては、これドラゴンとかライドラが入っていた場合に、陸しかね、攻撃ができない、ディガーとホグライダーですから、そいつらにね、もう、補填パンにやられちゃう。または、ネクロマンサーもそうですね、スケルトンなんかを生成されちゃうと、ディガーとホグライダーの進行速度に影響してきて、結果的には、立ち往生して全開まで伸びないという形になるので、しっかりね、このディガーホグライダーを使う場合には、防衛軍とギガテスラ、これを、クイヒーパートで、落としておく、まあ、クイヒーティガーホグかな、やる場合にはね、落としておくと、非常にスムーズになるというところです。で、今回ディガーホグをね、私こちらからこう展開して、ぐるっとこんな感じで回すイメージにしています。で、重要なのが今ここにあった投下兵舎なんですね。これがですね、実は出てきたことっていうのが、この、ディガーをすごい使いやすくしている大きなポイントです。ディガーを昔からね、使ってた人って多分ご存知だと思うんですけど、こういうとこからディガー出した場合に、しっかりこう、壁の中行ってくんないんですね。何体かはこっちにこう逸れて行こうとするんですよ。まあ、なんで、この投下兵舎が出来上がる前、まあ、出来上がるじゃないな、実装される前は、こちらにね、こう逃げていかないように、キングなんかを使ってね、一生懸命こうカットするっていうようなことをやってました。それによってこっちに戻りなさいよと、まあ、いう形を作るわけですね。なんですけども、それだけじゃ全然不十分なんですね。キングも途中でやられちゃうし、まあ、言ってしまえばさらに、キングのそのカットのスピードが間に合わなくてディガーが逸れちゃうとか、まあ、往々にしてあったんですけども、今回この、投下兵舎ができたことによって、まあ、中からウィザードとペッカがこうゾロ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 出てくるじゃないですか。で、その出てきたペッカとウィザードが、そのキングのカットをね、ここ、加速してくれながら、さらにウィザードって、この壁の一層内側のこの辺までこうカットしてくれますよね。なんでディガーが逸れる要素っていうのをもう極端に減らすことができるんですね。これが、クイヒディガホグをね、この現環境で、まあ、ものすごい使いやすくしている、一つの要因です。なので、いかにディガーを外に、壁の外にこう反らせないか。まあ、そこに、よく注意して、編成を組んでいく。まあ、これがね、使いこなすための非常に重要なポイントじゃないかなというふうに思います。さて、
ではですね、今はまあ東海弊社と話をしましたけども、もう一個ね、見てもらいたいと思います。見てもらいたいのは今度クイヒディガーですね。ディガホグではなくてディガーの編成、これ最近ですね、このキヨさんっていう方があの関西クラクラクラブいるんですけども、まあ、全回率がかなり高いですね。あのクイヒディガーをまあ中心にしていて、まあ、ホグライダーはあんまつけない方なんですけど、今回のプラン的には、まあ、ここをね、ボマーでこう破壊していきながら壁開けて、クイヒここにこう歩かしていく感じですね。で、まあ、真ん中のこの辺りまでこうクイヒで削っていくと。で、この辺りに関しては、ロイヤルチャンピオンを使っていくんですね。で、残った、こんなようなルート、ここをディガーでガーッとこう、押していくと。まあ、こんなようなね、格好になっています。で、もう一個ね、このディガーのルートを限定させられる、まあ、優秀なユニットが、まあ、このロイヤルチャンピオンなんですね。今回レベル5で使ってますけども、まあ、レベルがさらに上がれば、まあ、その効果が増すのでもっと使いやすくなると思うんですが、まあ、今回こうねアイスゴーレムをつけて、アイスゴーレムの後ろからロイヤルチャンピオン出して延命図ってますね。まあ、低レベルなんでこれ必須だと思うんですけども、こうすることによってロイヤルチャンピオンって壁の中の施設をこうガンガンね、まあ、壁無視して突破していけるっていうまあユニットになっている、まあ、というところを上手に使ってディガーが通るルートを壁の一層内側までこう限定していくことができるんですね。今もうこうなってくると見てわかる通り、まあ、ここ、まあ、この辺ですよね、カットができたんでディガーがもう必然的にこっち側には行かなくなってますよね。こっち側には行かない、右側というかまあその上方面には行かなくなってます。で、中心部にしっかりここで、ね、集まってきているのがまあわかるんじゃないかなというふうに思います。これロイヤルチャンピオンいなかったら、この中心部に入っている、まあ、このディガーたちって入ってきた面からしてまっすぐ進むやつとこの上方面に流れていくやつ、縦に完全に分かれたと思うんですね。そうさせないような仕事ができるロイヤルチャンピオンっていう、まあ、そのユニットが実装された。これがですね、かなりディガーを使いやすくしているもう一個の要因になります。なんで ロイヤルチャンピオンがね倒れちゃうと、もうディガー今めちゃくちゃ外にこう漏れてますよね。これが序盤で起こってしまった瞬間もうアウトなので、壁の中にある防衛施設をしっかり壊しながら進んでいくようなディガーの動かし方、これができるようになった、まあ、その要因というのはタウンホール13においては東海弊社とロイヤルチャンピオン、これをしっかりとねディガーが逸れていかないように壁の外側にこうつけて施設の破壊をさせていく、ここがねこのディガーを使う上でものすごい重要で、逆にこれを抑えれば、まあ、かなりいろんな配置に対してディガーが刺さるようになってきますんで、めちゃくちゃね全回率が上がる、まあそのパターンさえつかめばものすごい使いやすい戦術だというふうに思うので、ぜひね、皆さんも試してみてもらえたらなというふうに思います。さて、本日はですねもう一個、ね、動画があります。今度はね、タウンホール、11でもね、あ12かな、ごめんなさい、でもね、これができるよという話です。まあそりゃそうだというふうにも思うんですけども、まあ、ロイヤルチャンピオンはいませんが、東海弊社っていうね、その、突破兵器に関しては、タウンホール12でも援軍でもらえばこう使うことができますんでね、それを使ったこのケイさんのタック見てもらいたいと思います。さて、簡単にプラン話しますとですね、ここの壁を開けていってクイヒをこう中に入れていきます。まあ、そこから先はもう壁を殴らせながらこの辺の施設をこう壊していくという感じですね。でさらに投下弊社を、こちらの方面から撃っていって、しっかりこの壁際ペッカとウィザードでカットしていく。で残ったこの辺の領域からダーッとこうですねディガーを流していくと、まあ、そんなような大雑把に言うとプランになっています。でこれも同じですね、いかにそのディガーのルートを限定するかっていうところに注目して見てもらいたいんですけども、このバーバリアンキング余談ですがうまいですね。あのアーチャークイーンがしっかりとこの中心部に向かうようなルートを歩くように、なんていうのかな、このこっち方面ですね、この方面にアーチャークイーンが、向いてしまわないようにしっかり壁際カットしますね。あのこれ全然なんか意味ないんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、めちゃくちゃ意味はあります。あのアーチャークイーンがねこれがないと、あの壁のなんていうのかな、中心部というかこの村の中心部に入っていかなくなっちゃいますね。
で、ちょっとその話が遅れちゃいました。こちらですね、ペッカとウィザードがゾロゾロ出てきますね。こいつらが、ディガーのルートをしっかりと、サポートしてくれていってます。なんで、まあ、ギリギリですけども、ディガーは、壁の外側にこうはみ出ずに、なんとか中の方にこう向かって維持して動いていってますよね。でさらにホグライダーもそこに、援軍として出てきて、追従していきます。中心部に関してはアーチャークイーンがこう処理をしてくれていますので、今回、ディガーとホグライダーが通るルート、まあ、こんな形でね、まあ、かなり限定がまあされているのかな、こんな風になってるんですかね、限定されているような形になってます。今回このヒール完全に無駄にしちゃってますね。芝ヒールと言ってもいいぐらい機能をしなくて、打つタイミングが遅くてホグライダーが全部やられちゃってからヒール打ったんですけど、まあ、それでもね、これだけのユニットをこう残していけるっていうのは、まあ、やっぱりね、そのディガーの、サポートとしての投下兵舎のまあ優秀さ、まあ、これがね、もう際立っているかなというふうに思います。いや、でも考えた人すごいですね、この攻め方。今こそメジャーになってますけども、誰が最初に始めたのかな。タウンホール13って投下兵舎が実装された直後に、これもうサイドカットにしか使う方法が、わかりませんなんていうねことを誰かな、ユーザーさんが言ってたんじゃないかなと思うんですけど、でそのサイドカットに使うしかありませんなんですけど、逆に言うと、ディガー使う上では特にサイドカットがめちゃくちゃ重要、壁の外側を削ることがめちゃくちゃ重要なので、それをなんていうかな、うまく使ってディガーとの組み合わせっていうのもまあ見つけた方、もう本当にね、多分いろんなクラクラプレイヤーが感謝、している、すごい大発見じゃないかなっていうふうに思います。まあ、これもね、今まあイエティと双璧をなす、まあ、二大全開戦術として、ディガープラス投下兵舎、間違いなく流行っているし、これからもしばらく流行り続けると思うんでね、このポイントぜひ押さえて、ね、全開量産して、楽しんでもらえたらなというふうに思います。はい、というところでね、本日の動画終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さんこちら関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたらなというふうに思いますので、お待ちしております。では本日はこのあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。